Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven or hell. いい試合にしましょう。完璧な作戦は行き当たりばったりに劣る。僕は劣る方だな。ちょっと静かに。僕の生存確率を計算してるから。もう一度言ってもらえるかな。他のこと考えてて。Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven or hell. したらそこで打ち止めてくれるかい？いつでも始めて結構ですよ。30秒。その間に決着はつくだろう。全力で来てください。これよりバトルメソッドチューリング、対象及び自己実験を開始する。いつでも始めて結構ですよ。 Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven or hell.どこまで収集する？正直、もうやめたい。そろそろいいかな。ああ、これが最後だ。やはり失礼だよね。僕には闘争心のかけらもない。人に勝つというのは難しいな。消滅させる方がよほど簡単だ。サンプルを回収、本にて確認を願う。 Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven or hell.よう、ヤサ男。また待ち伏せですか。あんたとの曖昧とはね。なんすか、理論以外は全くわからないぞ。申し合わせはいらねえな。困るのはそちらですよ。普通に声をかけてください。悪いね、追ってた時の癖で。収集を開始する。新しい企みなら一枚かませてくれ。まだ知りたいことが。天地万物全てさ。Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven or hell. あら、アスカ君もすごいことしちゃうのね。僕が言うのもはばかられるけど、同意見だ。トリックは、なんだアスカ君か。贅沢かもしれないが、期待されないというのも悲しいな。いいの？こんなことしてて。これが僕の役割なんだ。
データの収集に協力してほしい。バトルミソッドチューリング、あなたには向いてないんじゃないかしら。君にはお見通しだろうね。ええ、でもあなたもアスカ君よ。やあ、元気そうで何より。会えて嬉しいわ、私も彼女も。Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven or hell.バトルメソッドチューリング、精神物理の逆説か。あなたのガイアチューリングを応用しました。名前聞いていい？アスカです。とりあえず今は。アスカ、アスカ、アスカ君、君はナチュラルボンクレイジーだ。師匠、少し黙りなよ。不死身とはどこまで厳密に不死身か検証しますね。アスカ君の全力か。そんなの絶対見れないと思ってたよ。悪魔の証明は可能です。あなたが最も恐れる結果だ。君のそういうところ好きだな。ストレンジレットならあなたを消滅させられる。僕も使えるけど、バックヤード経由で分解できちゃうよ。知識と経験で叶わないのなら、非常識を用いるまでです。わかりやすいですね。アスカがやりそうにない攻撃で反応がわずかに遅れてる。なんというか、お互い格好つきませんね。フィジカルな戦いは。君じゃない。僕を存在させるのは今のところの。 Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven or hell.てめえは何だ。アスカだよ。兄弟がいるとは聞いてなかったかな。やっぱり君にはわかるんだね。実態だが偽物じゃない。どういうことだ。嬉しいな。先天的近くに僕がいるということか。君に会えて嬉しい。どうにも切ないけどね。手の込んだいたずらだが笑えねえな。変わりないようでよかった。その声でそれっぽいことを言うな。隠居暮らしは順調？そっちの近況が先だ。知っているのならな。君はディスコードをなくせばもっと威力を上げられるのに。根源的に君の蘇生式は僕と近い。だからわかるのさ。スループットではかなわないから、あえてシーケンサーを併用したよ。こだわりもあるんだな。おい、あの野郎はくたばってねえだろうな。
Perfect. これ以上続けたら寿命がシュリンクする。アスカ wins. 王力のブーストはさすがに反則だったかな。アスカ wins.危なかった。勢いで星を消すところだった。パーフェクト。待って、シンプルがもう少しだけ。アスカウィンズ。もう君の勝ちでいいからやめないか。アスカウィンズ。まだ続けなくちゃいけないのか。アスカウィンズ。Time is up. 用的だった方が僕分楽かも。Draw. あなたと光を。Perfect. 君に限ってはだいたい対策ができてるからね。Asuka wins. Perfect.君の柔軟性は見習わないとな。アスカ、ウィンズ。本人は。パーフェクト。アスカ君運動苦手だもんね。ジャッカ、ウィンズ。これが生存競争なら 100% 勝てるんだけど。知識、経験、やる気がなくても勝つ方法はないかな。言っておくけど、僕は痛みで死ねる自信がある。戦いにおける反則の線引きはどこなのかな。もうこの辺全部真空にしてしまおうか。君は界面活性剤になりうる。戦士と僕は異性体なんだ。ハミルトニアンでは説明がつかないな。位置エネルギーだけでも無効にしたらダメかな。戦闘適正モデル01のエイジングを中断、02に切り替える。敵対心を愛にエンコードできないものかな。インターロックをいくつか解除する必要があるな。ハーモニクスブースト、ハーモニクスブースト。放出を誘導する。理不尽不尽やろう。奇跡を描け、奇跡を描け。リフュージョン。はい、大体解析結果。え、かけ間違い。一体何だったんだ。はい、大統領。え、かけ間違い。一体何だったんだ。はい、もしもし。キザ頼んだ覚えはないが、帰って飯にするか。ヘブンリーポータルキン。消せないな。なぜ最後だけ重要だったのか。これはできんぞ。ヘブンリーポータルキン。この技を完成させるなら君の質量を減らす必要がある。ヘブンリーポータルキン。集団そこまで着地するとは。何が出る。まさか視界を狭める作戦か。何が出る。手入れの仕方聞かないとな。出るかな。あれいいな、羊みたいで。いけない、待ってて。あれ、痛くない。そうか、天国だ。ビタミン B1 ベーススケールで200。よかった。今の整形外科38キロ先。ビタミン B1 出るかな、あれ。いい
いけない。待ってて。ベーススケールで200。足りてる。ビタミン B1。